見つかまればこの先に進めるはずよ。でもプロペラは危険だから気をつけて。
くなると吹き飛ばされちゃう。船がスピードを上げるときはどこか捕まる場所を探して。
くなると吹き飛ばされちゃう。船がスピードを上げるときはどこか捕まる場所を探して。このスイッチを押せば水の高さが変化するわ。
壁のパネルを光らせて。光ったパネルは歩くことができるのよ。
にある鏡を操作すれば進むべき道が見つかるはずよ。